皆さんこんばんは。おうちのソムリエホムリエ講座です。チーズでお友達をちょっとおもてなししたいなと思った時にちょっと便利なグッズなどをご紹介したいと思います。まずチーズのカッティングボードなんですけれども、こういったね木でできたもの、これねとてもチーズの雰囲気的にもいいのでおすすめです。でこういったね大理石とかね石でできたようなこういったプレート、これもねこれをそのまま冷凍庫などに入れておいてチーズを盛り付けると、とてもチーズを冷やした状態で型崩れを防ぐこともできますので、こういったね石素材案外おすすめです。カットもしやすいので、また清潔に保つこともできるのでね、いいかなと思います。案外ねステンレスのお皿というのはチーズがくっついた時にとても目立ちますし、あとナイフでね傷が入ったりするので、決してね銀の高級なお皿とかねステンレスとかっていうのはねあまり使わない方がいいんじゃないかなと思います。でいろんなグッズ屋さんに売ってるような、これはねワインのと木箱の端っこなんですけどもね、私はこういったものに、チーズとあとドライフルーツなどを乗せて使ったり、あとねパンを乗せたりするようなこんなねお皿などもねあると、プレートとしてとてもテーブルを演出する華やかな演出に向くんではないでしょうか。また結構チーズは種類によってカットするときに使うナイフなどがあります。硬いチーズや大きいチーズをね使うとき本当にちょっと怖いんですけど、ドイツナイフのような結構こういったもので硬いものなどをカットします。あまり細いものですとハード系の2年熟成とか3年熟成のチーズなどをカットするときにはこれくらい丈夫なものが必要になりますが、案外普通のナイフ柔らかいものでしたらこういったもの、カットして刺してあげると、取って刺すなどにもね使えますので、このナイフチーズナイフ、一般的なチーズナイフと言われるものです。でとても柔らかいもの、要はベタつくようなチーズなどではここに隙間が空いてることで、カットしてもチーズがくっつきにくい、オメガナイフというようなものを使ったりいたします。とね案外ねパルメザンチーズとか大きいものはねこれでねぐさぐさっとこう、削るようにして、サイコロよりちょっと大きいぐらいのサイズにこう崩してポリポリポリと食べたりするときに使うこんなナイフ、こういったものを使います。パルメザンチーズですとね、これでね削って、サラダにかけたりパスタにかけたりね、これもねこの粒子というかこの金網のね、鋭さとか細さによって、雪の結晶のように細く削れるこういった削り器などもありますので、ちょっとこう金物屋さんとか見たりするときに気をつけて見ていくと面白いものがあります。あとセミハードなどはこれでねスライスして、薄くスライスして、例えばカルパッチョの上に乗せたりするときにはこういったスライサーなども便利なんですよ。こうやってやっていくとキリがないんだけれども、ちょっとこう柔らかいパテ系になってる、もうトロトロになったチーズはねこうやってバターナイフのようなものを使ったりもします。でお取り分けした後なんですけれども、取り分けした後もねやっぱりこれ可愛いでしょ、ちょっとねオメガナイフのような役割もしながらカットできれば一人用の、ナイフになるんですけれども、と一人用のフォーク、あとちょっとちっちゃくサイコロ状に切ったものなどはこういったねスティックなどがあると便利かなと思います。じゃあ早速ちょっとねこんなグッズを使いながらチーズプレートを皆さん作って楽しんでみてはいかがでしょうか。ブルーチ
チーズには蜂蜜をかけるととっても食べやすくなります。またシェーブルチーズも香りが苦手という方にはドライパパイヤなどのドライフルーツや果物を添えてみるといいでしょう。モッツァレラチーズのちょっとちっちゃいのがあったので今日はお花みたいにしてみました。オリーブやまたトマトなどを添えてちょっとしたお花畑の演出です。カマンベールやブリーにはカシスジャムやイチゴジャムなどがおすすめです。またウォッシュタイプ、トロトロになった場合にはスプーンですくって出すのもいいと思います。パルミジャーノレッジャーノやミモレットなどはとっても塩味が強いのであまり塩味のないクルミや塩抜きのアーモンドなどがあるといいでしょう。またちょっと切り方なんですけれども、ミモレットを薄くスライスするのとちょっとこうサイコロ状に切ってみるとちょっと飾り付けるときにニュアンスが出ていいと思います。パルメザンチーズ、パルミジャーノレッジャーノは粉チーズだけじゃなくてブロックにして少し大きめに砕いて食べるといいおつまみになりますよ。カチョカバルは半分に切って焼いて上にお好みでイタリアンハーブやブラックペッパーをかけてお召し上がりください。それではあまり難しく考えずにご自宅にあるフルーツやチョコレートやナッツなどを使ってチーズプレート、素敵なパーティーの演出に活用していただきたいと思います。